ママと渡ろう。ここほら家が見えてきた。あそこが古民家です。あぜもちゃんとしっかりして水が溜まるようにしないとダメだから、はいはい、それも一仕事だな、はい、めっちゃ濡れてる。カエルじゃん。カエルだ。カエルだ。うん。あ、今日これ全部やってもらうから。え、使います。じゃあ僕草刈り役で。はい、草刈り中。あの田んぼをやるためには、もちろん水を引かなきゃいけなくて、2つオプションがあるんですよ。1つはあの地域で使ってる水を分けてもらう。でもう1つは僕が見つけた沢から水を引っ張る。でこれは無謀だというふうには言われました。水路があったところが去年だか一昨年の水害で土砂で埋もれて見つかんないっていう事件が発生しましてですね、そもそも地域の水を使っていいかっていう許可も、取らなきゃいけなくて、じゃあ仮にそれがダメだったらもう田んぼできないじゃんって話じゃないですか。でもそうならないために沢の方のオプションを僕はちょっとまだ諦めてなくて、沢の方から水を引くのもやっぱり土掘らないと。根っこがある。削られて少しずつ次に誘導して、じゃじゃーん、どうですか、繋がりましたよ。水が、うん、石ばっかりだ。お、ついについに結界が。来ました。おお、すごいすごい。イエーイ。チョン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 。パパが捕まえてる。
の、なんで流れなくなっちゃったの？水の量がちょっと少ないのと、石をね、どかしてほしいんだ。石、ここのやつ、この中で。うん。硬い。うん？硬い。硬いやつ。ちょっと出たぞ。パパ今真剣真剣だ。じゃじゃーじゃじゃーん。おお。いいねいいね。できたでしょ。うん、すごい。めっちゃこまむかも。こまむかも。水入ってる。すごい水が入ってる。素晴らしい。すごい水が。お、入っちゃった。いかがでしょうか、奥さん。ね、沢の水で作りましたミネラルたっぷりの泥です。お百姓さん、今回アドバイスをくれていただいてこの方の庭にいっぱい落ちていて、あーすいません。ちょっともらおうか。前より全然取りやすい。もっとでも作んないとダメしたくないの、土は。米になると思うとすごいですね。果たして足りるのか。あ、全部逃がしてくれたのかなと。
すごいです。この間植えた伊勢光とチベット黒米の種なんですけど出てきています。おお、楽しみだ。もうスズメに襲われることもなくなるということで、うわ本当だ、剥がしてみたいんです。あんまりこれねずっとこのまま隠しておくと逆に日光が当たらなかったり酸素不足になって育ちが悪くなるということなんで。わあ、大きくなったね。すごいふさふさ。こんな大きくなるの？そうだよ。トイの身長より。これボヨーンってなっちゃう？なっちゃうなっちゃう。これこうなっちゃう？そうなっちゃう。ここで育てて、こっちに植えるんだけど、普通はね 2.5 枚葉っぱが育つとこれぐらいになったら田植えしちゃうんだけど、後期栽培の人はもっとこう 5.5 枚、大きくなった苗を植えるらしい。ハウチームと焼きご飯チームに分かれて、うん、そう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 、トンウェイ、なんでよ、ほらほらほら浮いてくる、あ、炊けた、あ、よかった、よかった、パソコン、綺麗なところに洗ったやつ、持ってったもん、綿持ってったもん、持ってきたよ、よかった。わお、頭なくすからカエルに。はい、こんな感じで。これからお見せしますよ、皆さん。できー。うわー。作業を。待ちに待った。はい。ね、稲刈りついにできましたんで、やってみたいと思います。息について、はい、よーいスタート。ちょっとさ、怖い。振り回さないでね。ちょっといい。ちょっといい。ちょっと怖いなそれ。ちょっといいそれ。下ろしてもらっていいそれ。そう。なんかすごい殺気を感じる。でこう掴んで引いた時に切れるらしいんで、ね、引いてみますよ。わっ、いただきます。はい。すごい。ああ。すごい。なんか太いなこれ。指で一番下までこうすくい上げて。うん、でひっくり返す。そうそう。
ね、で半分ひねってこれを両方持ってで片方の手でこう押さえてここ隙間を作ってやる。こうやってグイってグイって3割7割ぐらいでしょ。あ、ママがやってる。かわいいこれ。かわいい。かわいい。これ食べる？それ食べる。持ってでしょ。いくよ。よい。いいだろう。どう？これ素敵。素敵だね。これ食べれるよ。みんなで食べれるパーティー。パーティー？そっか。お米パーティー。よいしょ、やったできた。やったー。パパ、なんかがいいや。あ、いいね。おー、上手。新年明けましておめでとうございます。ということで去年作ったお米、作ったお米できました。こんだけしかできませんでした。これはチベット黒米です。多分2キロかな。で、ね、生まれて初めてお米を作って、生まれて初めてコインなんだこれ精米所のコイン精米機使っています。すごいできた。すっごい少なくなったんだけど。真っ白でいいのできました。やったねー。